それでは慶応行ってみたいと思います。まずは薬学部からいきますね。で、第1問目の長文読解。長文読解3問あるんですが、これが一番解きやすかったかと思います。で、記述を除いて10分6問あるんですが、理想的には全部当てたいですね。で、じゃあ多少のミス、ケアレスミスが許されるかと言われたら、まあそれも許されないぐらいの解きやすさでございました。で、皆さん問題はこんな感じですね。これ比較的やりやすかったかと思います。さあ、続いて第2問目でございます。いやいや、何レベルですか。まあ問題数そんなに多くないので15分ぐらいでさばけるかと思います。で、理想は8問中6問ですが、まあ半分ミスともちょっとしゃあないなって感じのレベルですね。まあ皆さん、内容1問題、下線部説明、そして空小銃ですね。まあ半分取れたら御の字。皆さん、一番最後の並び替え問題ですね。まあこれはなんとかしたいですね。そして、第問3つ目の長文読解。まあちょっとこれも難しいですが、まあ20分ぐらいと。ただ、英語得意な方は、まあ、15問中10問ぐらいは取れそうです。ただまあ現実半分いけば同じですからね。で、皆さん、設問形式でございますが、下線部説明、空小銃。そして内容1ですね。で、皆さん、一番最後の単語の問題ですね。まあ P から始まる単語。で、C の1番9文字と書いてますね。で、C の2番が6文字。まあ、このあたり、まあ時間の許す限り、本文中から探し出すと。で、皆さん、一番最後ですね。まあこれは選択肢分かりやすいですね。まあ5分もあれば大丈夫かと思います。で、皆さん、これ当てたいですね。で、皆さん、説問こんな感じでしたね。で、皆さん、現実試験時間80分ございますので、記述を除けば50分、で、残った時間で記述に取り組んでもまあまあ時間的に余裕はあるかなと。そしてうまくいったら皆さん30分の23問。ただ皆さん、現実6割超えてればまあ御の字。で、皆さん、改めてご覧になっていただいてですね、ご自身の得点一体いくつあったのか、ちょっと皆さん、このあたりと見比べていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、この後、看護医療学部に進みますね。さあ、続いて看護医療学部行ってみたいと思います。第1問目は文法ですが、標準レベル。で、第1問15秒ペースですね。で、皆さん、20問ありますが、理想的には18問。ただ、ケアレスミスとかなんかしそうな感じもしますので、まあ、8割取れればいいんじゃないかなという感じのレベルですね。皆さん、問題こんな感じでしたね。まあ、20問ございますが、まあ、16問ぐらいは取りたいなと。そんな感じでございます。で、第2問目、空小銃ですが、これも標準レベル。1問30秒ペースで10問ございますので5分。で、10問中9問取れれば理想的ですが、まあ、これもケアレスミス等々あって、まあ、10問中7問。で、皆さん、長文読解に見えますが、まあ、実質文法問題のような感じですね。さあ、続いて第3問目、文挿入。標準レベルですので5分。で、4問中4問取れるのが理想ですが、まあ、ちょっと勘違いを起こして4問中2問になってしまう方もいらっしゃったかと思います。で、皆さん、これちょっと解説しますね。さあ、皆さん、最初の段落でございますが、四角の A ですね。まあ、ここに何も入らないというのはすぐわかるんですが、この B と C をですね、勘違いしてミスった方いらっしゃるかと思います。で、皆さん、テーマは numbers ということはわかるんですが、その数に関して、例えばこういうところで使われてますよね、という話ですね。まあ、時間とか年齢、体重などなど、そういう日常の中で数というものが溢れている。それが皆さん、選択肢の一番目につながるんですね。まあ、特に皆さん、これ from A to B。まあ、我々のスケジュールから自尊心に至るまで。で、そういう日常生活のあらゆる面ですね。それが皆さん B のこの直前とつながってきますので、B に入れるのは一番ということでよろしいかと思います。で、その後皆さん空欄 C に何を入れるのか。で、おそらくヒントにしたのはこの直前の内容かと思うんですね。まあ、正確に皆さんの数量を表す手段がありません。つまり正確には測れないんですね。で、なんでですかと言われたら、選択肢の3番のこの辺りに言い換えられてますよね。劇的に変わっている。そうです。日々変わっているわけですから、なかなか正確な数字は測れない。という感じで、皆さん言い換え可能でございますので、空欄 C には3番を入れると OK です。で、皆さん、ここさえ乗り切れれば、あと2つの選択肢は容易に選べたかと思います。さあ、第4問目、正常問題ですが、これはちょっとややなん。で、5分で解けて5問中5問当てる方もいらっしゃるかと思いますが、これ皆さん全滅したという方も実際いらっしゃるかと思います。では皆さん解説いってみますね。さあ皆さん、まずはどっから行くのかということですが、皆さん選択肢の3番のこの these differences、この these がヒントになりますよね。で、皆さん選択肢の1番に many of the DNA differences、おお、違いって書いてるな。ですからこの段階で1、3の順番でつながりそう。で、皆さん、その1、3の後にどう続くのか。で、見てみると選択肢の2番のこの from a few to a lot。皆さん、from A to B ですね。皆さん、見ての通り、few と lot で反対。で、まさに違いの話ですよね。で、選択肢3番の文末の we have。で、それが選択肢の2番の we have。しっかり言い換えられております。ですから、1、3の後は2ですよね。で、その選択肢の2番のこのあたりが皆さん、次の段落 B。皆さん、量的な話、違いの話につながっていきますね。
ですから1、3、2の後は段落 B ですから、選択肢の1、3、2がこの次の段落につながったので、余ってる選択肢の4番、これが一番初っ端に来るんですね。ですから正解は4、1、3、2ということでよろしいかと思います。さあ、続いて単語の問題ですが、ちょっと難しい。5分で解いて20問中17問当てる方もいらっしゃるかと思いますが、つづり思い出す作業でございますので、15問ぐらい。すみません、こんな感じの問題でしたね。皆さん2番どうでしょう。 Valve で、続いてとの10番ですね。 Brink 12番、 Dilemma 15番ちょっときついですよね。 Complication で、一番最後20番、 Guarantee。 言われればそうだなって感じですね。で、第6問目は新傾向でございますが、これはやりやすいんじゃないか。で、5分で解けて全問正解。で、ミスっても1問ぐらい。で、皆さん、改めて眺めていただけますと、適切なのは下線部1番と3番。で、変更すべきものが下線部2番、4番、5番。皆さん、これ気づいていらっしゃる方多いかと思いますが、対比ですよね。下線部2番。もちろん正解の L ですね。で、下線部4番。正解は C。で、下線部5番。正解は E。これは対比関係つかみやすかったかと思います。で、皆さん、最後の問題はやや難。並び替え問題なんですが、選択肢が多いんですね。ただ、そうは言っても5問中4問は取りたいです。ですから、合格圏内も5問中4問。で、皆さん、こんな感じでしたよね。間違えてもしゃあないなと思うのは空欄 A。1番の問題でございます。あと、空欄 B と空欄 C。ここはなんとか当てられるんじゃないかって感じがしますね。さあ、皆さん、どんどんサクサク解いていくと、90分中45分ぐらいで終わるんですね。で、当然、あと倍残ってますので、もう一回四角の1番から再検討と。そうすると、こういう理想的な得点になるかと思います。つまり、69問中62問、9割いった方もいらっしゃると思います。ただ、皆さん、7割台取ってればですね、十分合格圏内かと思います。ですので、皆さん、ご自身の得点数ですね、こちらと見比べていただけるとよろしいかと思います。では、この後、理工学部へ行きますね。さあ、理工学部行きますね。第1問目の長文は、やや難。さっさと解ける方は15分くらいで済むかと思います。ただ、そうは言ってもやっぱちょっと難しいので、20問中14問取れれば OK。皆さん、焦って20問中12問ぐらいになっちまいましたという方もいらっしゃるかと思います。ですが、これぐらい取れればですね、御の字かなという感じですね。何が難しいって皆さん、一番初版の苦情重問題ですね。8問ございます。4問ぐらいに収まってしまいました。という方もいらっしゃるかと思います。そして第2問目、そして第3問目。第3問目は4つございますので、1つはミスってもしゃあない。で、問の4番も3つございますので、3問中2問。で、問いの5を飛ばして6番の内容1。3つ全部当てろっていうのはなかなか難しいので、3つ中2つ当たってれば OK。で、皆さん、第2問目の長文は標準。多分1番目よりかはやりやすかったかなと。で、15分で解いて8割。9割乗ってる方もいらっしゃるかと思います。ただ20分の15ですかね。これぐらい取ってほしいですね。すみません、改めていきます。問いの1番、下線部ですね。6問ございますから、1問、2問ミスってもしゃあない。で、問いの2番は5問ございますので、5分の4欲しい。で、問いの3番、並び替え問題は、これは2つも当たると思います。で、問いの4番、皆さん、発音ですね。ケアレスミスもありそうですから、4分の3。で、問いの5番、内容1。3つ選べですが、1問ぐらいはしゃあないなという感じですね。3分の2当たってれば OK。すみません、第3問目、会話。これは2020年度ならではの内容でしたね。で、話の流れは皆さん掴みやすかったかと思いますので、標準レベル。そして15分ぐらい。で、なんとか12問中9問。10問ぐらい取れそうですね。ただ皆さん多少ケアレスミスを起こしそうですので、12問中8問。で、皆さん問いの1番、下線部説明です。これも5問ございますので、4問当たったら御の字ですね。で、問いの2番、内容1。前から3問ございますので、2つ当たれば OK。で、問いの3番、ようやくですが、皆さんこれも4問ございますので、3つ当たれば OK。そして最後は単語の問題ですが、これは理系の皆さんであれば慣れ親しんでいるんじゃないか。で、消去法などを使うと5分でいけるはず。で、理想は8問中6問。で、ミスっても8問中5問。で、皆さんこの理工学も、サクサク解き進めると50分ぐらいで終わるはず。で、皆さん余った時間で皆さん難しかった問題ですね。特に大問1番とか大問2番。ここを皆さんもう一回丁寧に考え直す。そういう感じで皆さんこの理想的な得点数はいけるはずです。で、60問中45問が理想でございますが、よとし8割超えてる方もいらっしゃると思います。たぶんなんとか60問中40問ですね。67% ですが、これで取れてれば御の字。で、以上皆さん3学部一旦終了にいたしますが、もしこの後何かございましたらコメント欄使っていただけるとよろしいかと思います。で、とにかく必要なのはこれですね。皆さんの吉報を待ってまーす。